YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。スターダムのアイコン、岩谷舞でーす。はい、そしてスターズのマッチョゴリさんこと飯田沙耶でーす。声大丈夫？よろしくお願いします。というわけで、あの有名な少女歌劇デビュースターライトさん、略してスタライトのコラボが決定しました。何？スタイリーだ。今日絶好調ですね。やだ。というわけで、スターダムと少女歌劇デビュースターライト、略してスターリラとのコラボが決定しました。すごい。すごいよね。すごいですね。うん。アプリで自分たちのミニゲームができちゃうというわけで、まあ、今回ね、今撮影してる時はまだないんですけども、3月の20日5時から3月28日4時59分まで遊べるようになっていますので、ぜひ皆さんインストールよろしくお願いします。お願いします。でね、今回、はい、まだ私たちはこのゲームのことをちょっとまだ知らないということで、はい、皆さんと一緒にこうちょっと学んでいきたいなと思いまして、ガチャを引いてみたいと思います。はい。というわけでね、画面が出ておりますけども、ちゃんと約束したんだ。かわいい。あ、やっちゃえやっちゃえ、引いちゃえ引いちゃえ引いちゃえ、引いてみよう。引いちゃいます。ポチッとな、ポチッとな。さあ、何が出るかな、何が、私たちは知っている。おお、そしてお、なんか色が違う。お、突然の雨、星女、すごい。あれ、え、かぶってる。かぶってしまいました。そして、お、美味しそう。ヒューガのお茶会セット。美味しそう。チートデイ。あ、かっこいい。二人の花道。お、でも二つですね。うん。レア度が高ければ、こことかな。なるほど。あの二人。かっこいいですね、いちいち。うん。お、石二つだ。そうですね。二人のスターライト。はい、次。うん、お、レア？うん、うん、なんか演出来た。演劇科2年、夢落ち組、入ります。入りました。これさ、あのさ、声優さんの声がちゃんと聞けるの嬉しいよね。いいですね。かわいい。あ、星3つ。お、また来た、また来た、また来た。フロンティア芸術学校、舞台表現コース2年、野々宮ララビン、入ります。野々宮ララビン、入ります。声出ない、声出ないね。かわいい。学校これいっぱいいろんな学校があるってことですか。うん。あ、終わった。終わっちゃいました。星3、うん、あ、星4つの子がいるよ。あ、突然の雨ですね。うん。あ、星5、あ、この子、このキャラクター星5なんだ。うん。確かレベルだった、レベル5だった。え、どの子がタイプ？この子かわいい。かわいい。迷いますね。あー、どっちだろう。どっち？二択？二択ですね。へぇ、こっちかな。へぇ、なんだっけ、夢大。ふみさん。夢大。スターリラファンの方がこの動画を見てたら、お前ら何も知らなさすぎるだろうってなるんですね。すいません、初心者でございまして。うん、初心者で、はい、すいません。でも、はい、ここにスターダムコラボで、ミニゲームが追加されるということで、ミニゲームの、名前がですね、うん、星見純奈の行して、よして言葉。こちらもともとスターリラ内にあったミニゲームなんですが、期間限定でスターダム仕様になっております。ルーレットを3回回して名言が揃うとポイントを取得できるというミニゲームなんですが、今回はスターダムの選手のキャッチフレーズが揃うようになっています。頑張って揃えましょう。先ほども言った通り、3月20日の5時から3月28日3月20日5時、これ朝5時、朝5時から
3月28日の、朝4時59分まで遊べるようになっております。ということで、本日は、少女歌劇レビュースターライトリライブ、略してスタリラで遊んでみました。こちら、スターダム YouTube チャンネルがちょっと、めちゃくちゃ唐突これちょっとね、もう撮影前にいろいろちょっとドタバタがありましてね、今回はね、はい、ね、こういうね、台本がもうぐちゃぐちゃになってごめんなさい、自分たちでちゃんとちょっとやってるので、ちょっと今回はお見苦しいところがありまして、はい、申し訳ございましたが、はい、今回なんとスターダムの YouTube チャンネルが18万人突破しました。すごい、本当にチャンネル登録ありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひ登録とグッドボタン、そしてツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画かスターダムの会場でお会いしましょう。